嘘は、スズメモクアトリカウソ族に分類される鳥類の一種。和名の由来は口笛を意味する古語、嘘から来ており、ヒーホーと口笛のような鳴き声を発することから、名付けられた。その細く、悲しげな調子を帯びた鳴き声は、古くから愛され、江戸時代には、ダン,キンチョ鳥や、ウソヒ姫と呼ばれることもあった。ヨーロッパから、アジアの北部にかけて広く分布する。 冬季に北方に生息していた個体は南方へ移動する。日本では、氷潮、または、冬鳥として全国に広く分布する。アシュウソが、本州中部以北のアコウ山帯体などで繁殖し、冬は、九州以北の低地に移動して越冬する。また、アシュ、アカウソは、冬鳥とて平石秋から春にかけて滞在する。全長は15から16センチメートル。 翼会長は約26センチメートル。体重は21から34グラム。体は、スズメよりやや大きく、頭の上と翼の大部分は黒色、背中は早お色。くちばしは太く短く黒い。オスの方、喉は泡桃色をしているが、メスにはこの泡桃色の部分はない。オスは、テラシウソ、メスはアメウソと呼ばれる。繁殖期は、 産地の新葉樹林に生息し、批判食期には低地の林にも生息する。批判食期は10羽ほどの小規模の群れを形成する。春に好みや芽などを食べ、繁殖期に昆虫のガの幼虫やクモなどを食べ、秋にはズミや七カマドの果実などを食べる。繁殖期は5から7月で縄張りを持ちつがいで生活する。 信葉樹の枝の上に枯れ枝などを使って、湾形の巣を作る。一腹4から6個の卵を産む。放卵期間は12から14日で、メスが放卵する。ヒナは12から18日で巣立ちする。天性は、フィー、フィーと、口笛のような、澄んだ声で、単調な節を交え、オスだけでなくメスもさえずる。飛翔は、浅い波形。地鳴きは、ヒー、フィーなど。 また、さえずるときに左右の足を交互に持ち上げることから別名、断筋腸とも呼ばれる。抗議の嘘は以下の亜種に分類されている。日本で観察できるのは次の三亜種である。冬鳥として九州以北にトライする。利リ尻リ島では繁殖している可能性がある。冬に北海道や本州で稀に観察される。個体数は 減少傾向にあり、国際自然保護連合により2004年から、レッドリストの経度懸念の指定を受けている。日本では、アシュウソが、以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。材木につく虫を食べるためと、ウソという字が、学の旧字、学ぶに似ていることから、ダザイ天満宮や、亀戸天神社では、天神様の使いとされ、嘘を模した木彫りの人形、キウソが、 見上げの定番となっている。この旧嘘を使った嘘海心時も、菅原道真を祀った大きな神社の定番である。春先に公園のソメイヨシノや果樹園の梅や桃のつぼみを摘み取ってしまうため、公園管理者や果樹農家から外帳扱いされることもある。このため駆除されている地域がある。1839年に、 もうり倍延による梅園金譜で描写されている。高村光太郎が1927年11月に第1回大調和美術展に木彫嘘取りを出展した時の思い出を随筆木彫嘘を作った時に綴っている。1998年2月16日に発売し、2014年3月31日まで、 販売された130円普通切手の衣装になった。ありがとうございます。